こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は9月13日水曜日です。大洲市議会9月定例会、今日は質問戦の2日目でした。今日はこのような私も含めて4名の議員が質問に立っております。この質問の要点、解説したいと思います。まず1番手は私でした。私今回6項目の質問を行っております。一番質問の時間を割いたのは1問目の質問、大洲高校の魅力化応援についてです。大洲高校からですね、この市に対して出ておる、要望についてもこれ、二宮市長が答弁に立ちまして、大洲高校から具体的な提案があればこれは前向きに検討していきたい、このような答弁が出ております。また他の5項目等につきましては改めて、ライブ配信等でじっくりと報告をしたいと思います。午前中私の質問の次には清水義孝議員でした。清水議員の質問ではですね、この私の家の前を流れております富谷川、こちらの特定都市河川の指定について質問がされております。こちらは今富谷川流域水害対策協議会という会が立ち上がっておりまして、私も流域住民の代表としてこちらの協議会に入ることが決まっております。またどういった話が行われるのか、この YouTube チャンネルでも今後報告していきたいと思っております。それから午後は松戸健二議員の質問です。松戸議員の質問の中ではこの中学校部活動の地域移行についてが議論されております。まずは同日行われておる部活について地域移行を始めていく、このような答弁がございました。これも今後注目です。また最後は武田紀久議員です。武田議員の質問の中ではこの官民競争推進拠点施設整備事業についてやり取りされております。これは江南地区にあります伊予銀行本町支店跡地、これを市が買い取りまして、サテライトオフィスやコワーキングスペースとして整備する予定になっております。これらについて様々な議論が行われております。このような質問の内容でした。それぞれ、この議員の立場、また物の見方、大変、私も勉強になりました。今後の議会でも参考にしていきたいと思っております。大洲市議会、9月定例会は明日から常任委員会審査です。私が入っております厚生文教委員会は明日の午後からなっております。この3つの委員会もダイジェストにしてまたこの YouTube チャンネル中野博史 TV、報告をしたいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。